どうも、ハローエブリワン、コバです。いやー、寝すぎましてね、今日、まあ土曜日なんですけどね、皆さんいかがお過ごしでしょうかね、土曜日の休日度。まあ休日じゃない方もいると思うんですけどね、僕はね、夕方のね、6時半まで、まあほぼ夜ですね、もう、寝るというね、愚行を犯してしまいましてね、まあ愚行っていうかね、いや、こんな寝る予定じゃなかったんだけどな、無理だった。また5度寝しちゃったからな。今日もね、フォロワーさんに勝手に話しかけて行きたいと思います。自分で笑うっていう世話ないっすよね。はい、キリトさん、フォローでございます。キャラの入れ替わり激しいと。いやー、確かにな。なんか、昔のキャラもまあ、出るようになればいいとは思うんですけど、まあ、そしたらまあ、白猫らしくはなくなっちゃうんですけどね。はい、次、チココさん。あ、チココさんね。小賀。KOGA 小賀。食。神。星100。爆死タイプ。爆死タイプってなんだよっていう。他に何タイプがいるんでしょうね、ガチャガチャで言うと。爆死タイプ、引き強タイプ、天才タイプですよね。うん。まあ、天才タイプってだからあれですよ、もう。それこそ10連で、星4を5体ぐらい当てちゃう人でしょ。天才タイプね。稀にいるんですよ、こういう人。で、引き強タイプが、まあまあ、星2、3体ぐらいをこう、もうパーンと、コンスタントに出していく人でしょうね。まあ、俺はね、コンスタントに星1、星4が1体か0体なんでね。10連でね。そうなんですよね。いや、これうまいこと言ってるけど、星100ってもうゲームバランス崩壊ですからね。どうやって収まるよ、それ。やべ、喉の調子が。寝起きだから。次、キートンさん、ホラーでございます。お腹のさばきを下して、漏らしちゃったんぞー。かっこ混ぜて混ぜてとか。どういうこと、混ぜたら危険だろ、これ。どういうことだろ。混ぜてってどういう意味なんだろうな。いやいや、漏らしちゃったらダメでしょ、そりゃ。漏らしたらね、ダメですよね。俺もね、だって俺、漏らしたの覚えてるのって、小4ぐらいだもん、多分。最高で漏らしたのって。うん、多分ね。あ、でも一回疲れすぎてて社会人になってから、一度だけおねしょしたことありましたわ。そういえば。うん、ありましたね。おねしょというかね、なんか夢の中で、夢を見てたんですね、その時俺。夢を見てて、なんか知んないけど、トイレに行ってしょんべんをしてる夢を見たんですよ。脳内で。いや、本当にマジで。かなりリアルな話で、しょんべんしてる夢見てたら、現実世界でもしょんべんしてたんですよ。すごくないですか？だって自分のしょんべんの音で起きましたもん、その時。こうなんか、うわーと思って寝てて、なんかジョボジョボうっせえなーと思って、なんだこの音と思ったら、自分の、現実世界でもろしょんべんしてましたからね。あれ、半端なかったが。もう、泣いたもん、あの時、ほんと。何これと思って。あれもう22とかですよ、あれ。22、3歳で、やっちゃいましたからね。ほんと、ビビったわ、俺自分でも。引いたもん。ドン引きでしたよ、あれ。え、俺、この年になってまだしょんべん漏らすみたいな、思いましたから。いや、ほんとにね、夢でだからしょんべんをする夢見たら、みんなも危険だからね、ちょっと。すぐ起きてください、その時はね。夢でしょんべんをした時はすぐ起きて、もう、本当に。もうびっくりするから、あれ。次、チンカスばあちゃん、フォローありがとうございます。よろしくお願いします、と。ぼちぼち進めていくぞよ。チンカスばあちゃん。いやいや、最悪、100歩譲ってチンカスじいちゃんだろ、それは。ばあちゃん、チンカスついてないでしょ。それは、ばあちゃんにチンコはないですからね。ぼち、チンカスばあちゃん。どういうことだよ、これ。なかなかだな、これも。これもなかなかなもんですよ、正直ね。だから面白いじゃん。次、ゆうさんかな、遊びって書いて、ゆうさん。ほら、撮ってます。ガレア4突したん5。ドワンゴみたいな。ガレア4突、絶対強いもんな、あれ。半端ないでしょ、正直。
いやね、ほんとね、結構ね、ジョニオさんとかの4トスのね、ニコ生プレイを見てるとね、ほんとにすごいなと思いますよね。タイムシフトで見てるんだけども、俺は。あれ、なかなか強いっていうか、ジョニオさんが上手かった。ユウさんも上手いんだろうな。はるかで。いや、はるかな、ほんと可愛いんだけどな、見た目。好きですよ、俺、これ。まず、金髪少女っていうか、髪の毛染めてる女の子好きなんですね、大体。まあ、黒髪も素敵だけどもね。次、MMDT さん。おう、剣士キャラ欲しい。剣士キャラ分けてあげたいわ、マジで。いらねえもん、もう俺。マジでいらないですね。暦とかだから当たったけど、今育ててないですからね、全然。育成してないっていう。まあ、そのうちしようかなと思うんですけどね。なかなかね、こう、他に育てるもんが多すぎて、ここ最近で言うとアンドリューをまあ、100にしましたね。アンドリューね。なんか、アンドリュー彼は、パパさんの、ルナのパパさんの話によるとね、土偶祖母でね、大活躍らしいっすよ、あれ。もうビビったんですけど、彼そんな強いんですか、土偶に対して。次、初代主人公、佐藤さん。ガチャ6回中4体が星4で、すごっ！そのうち2体が虹星だった。いやいや、もう別に一緒虹星2体ぐらい出ても。いや、それすごいわ。ガチャ6回で星4、4体ってやばいだろ。俺、そんなこと今まで一回もねえよ。てか俺、なんかよくさ、星4が2連チャンで来る動画とかあるじゃん。ねえ、俺、あんなこと一回もないですからね。星4ね、間隔短くても、最高で間隔短くて多分、3回ぐらい相手やっと来るみたいな。いや、マジですよ、それ、本当に。ビビるからな。まあ、次、ドラえもんさん、惚れてます。あ、前もやりましたね、ドラえもんの夢。リアムが欲しいと。小賀さん、最高と。リアム欲しいっすよね。いや、俺も欲しいんですけど。まあ、そうなんですよ。俺最高なんですよね。本当に。こればかりよく言われます。最高ってね。この前もってか、さっきもね、コンビニ、セブンイレブン行ったらね、こう、パーンと、カゴにね、買うもん入れて、パーンとレジ並んだね。店員さんからね、いらっしゃいませ。このお弁当温めますか？それにしてもあなた、最高ですね。って言われましたからね。ほんとそれぐらい俺最高ですからね。よく言われるんですよね、最高っていうのは。まあ、最高って言われすぎるのも、ま、困りもんっちゃ困りもんなんですけどね、正直。まあ、めちゃくちゃ嬉しいですね、最高は。いや、ドラえもんさん。でも俺、伸びたぐらい、はっきり言って、寝るの早いっすよ。だから仲良くなれます、絶対ドラえもんさんとはね。俺、伸びたみたいなもんなんでね、はっきり言って。ただ俺、伸びた大嫌いなんですよ。伸びたディスり始めるけども。いや、俺ね、ドラえもん見てると、いや、ドラえもん好きなんですけど、伸びたりイライラしてくるっていう現象が起きちゃいまして、やつを見てるとね、めちゃくちゃイライラしてくるんですね。そうなんですよ。多分、まあ、共感してくれる人多分いると思うけどな、これは。次、ヒーリングさん、ほら、出ます。九島コンプキャラは小賀さん。いや、九島コンプキャラ俺だったらな、多分誰もコンプリートしないでしょ。いらねえわ、こいつ誰だわって話だからね。誰こいつみたいな。いや、俺はね、全力でコンプリートしに行きますけどね、俺だったらね。そりゃそうでしょ。まあ、多分拳タイプですけどね、そうなった場合。次、ノンハートノンさん。単発ガチャでリアムガブリ出たよ。え、マジで？ガブ。かわいいな、このガブって。最後の。いいなぁ。単発ガチャの方が出やすいとかあんのかな？ないよね、絶対。オカルトですよね、そんなの。だから俺ね、単発ガチャの方がいいですよとか、十字連だと早すぎて、ちょっと、あんま面白くないかなとか言われるんですけどね。だから、もう、11連ガチャ6、7発ぐらいいっとこうかなと思いますよね。撮ろうと思った時は。そうすればほら、ちょっと動画の尺もある程度あるしねっていう。いやー、まあ、これ今223個あるんですけど、これどう使おうか悩んでるんですよね。い
いや、ガチャガチャ回さないとは言ったんですけどね、やっぱね、俺、酔い越しの金は持たないタイプなんで、酔い越しの金持たないスタイルなんですよ。そう、だから酔い越しのジュエルもあまり持ちたくないタイプなんでね、正直ジュエルなんて貯めるもんじゃないです。使うもんですからね、ジュエルとお金だけは。ジュエルと金は使うもん、貯めるもんじゃなくて、使うもんだから。使わなきゃ意味を、価値を発揮しないんですね。だから、まあ、使っていこうかなと、どんどんね。ただね、どう使おうかなっていう状況ですよね、これ。それが困ってる、正直。あ、ミルクティーさんね。あ、でもこれも前回やったあたりですね、もう、ミルクティーさんね。俺の大好きな飲み物です。世界で一番好きかな。今も飲んでるしね、これ。ミルクティー、リプトのミルクティーね。これが一番俺は好きなんですね。あ、ゴゴティーも好きだけどね。はい、次、世界神アットマールさん。世界神、すごいな。どんだけエレーんだよ。トツマール、リーゼ、ソフィー、セイカモ、エド。あー、持ってるもんでしょうね。小顔推しと。いやー、押してくれてありがたいですね。ぜひね、じゃあ僕の握手会ね、来てくれると嬉しいかなと思います。まあそのうちね、握手会開こうかなと思ってるんで、まあ僕が発売した CD を買ってくれればね、握手券、1CD の購入された方に対して、1個の CD に対して、5枚ついてます。だからね、ご近所の人にもね、分けてあげれば、みんなで握手に来れるんでね。ぜひね、握手会来てほしいかなと思います、マールさんね。世界神さんね。公認ファイヤーさん。無課金ユーザーです。最近ガチャであんまりいいキャラ出ませんと。あー、そうなんです。俺もなんですよ。あれ、もうこの辺全部やりましたかね。もうね。いや、バロンファイヤーのイベント、あれ、鬼畜すぎんだろ、マジで。あれ、もうミルクティーさんって、違う、また違うミルクティーさんか。いや、バロンファイヤー、スンスンさんね。はぁ。YouTube でコメントありがとうございますね、スンスンさんね。いやー、バロンファイヤー、マジ慣れた、あれ。本当に慣れてます、あれは。あのね、土偶がマジで嫌いなんすね、俺。本当にね、土偶がね、やばい、あれ。あ、昨日ね、動画内ではやらなかったんですけど、動画終わった後にずーっと下まで潜っていったんですね、俺。フォロワーさんリストね。そしたらね、もうここ見てないんだろうなっていう、デースケアットマーク、真夜中勢さんがね、もうここ見てないのかなって書いてあったんですけど、いや、見てますよ、俺は。屁が出たけど。見てますよ、俺は。きっちりね。デースケさんね、見てますよ。あの、真夜中勢っていうネームの人いっぱいいるんですけど、多分な、友達ですよね、みんな。真夜中勢っていう人たち全員強いですからね、漏れなく。さすがね、真夜中勢って多分ガチ勢ですよね、あれ。いやー。いや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 。ペロリン、レジェンド古賀の職業が気になる。いや、職業ね、なんだろう、説明しにくいんですけど、工場仕事ですよ、早く言えばね。職人仕事ですよ、早く言えば。なんか、ショットブラストっていう仕事ですよ、マジで。名前めっちゃかっこいいでしょ、ショットブラストですよ、名前。あのね、本当にわかりやすく言うと、東京スカイツリーとか、その他もろもろのなんか造船関係、あの、船のね、船とか、スカイツリーとか、あらゆる建造物に使うパイプの表面処理の仕事ですね。表面処理ってあの表面をきれいにするというパイプの外面をね。まあ言ってもチャランポランだと思うんですけど、まあそんなもんですよ、俺の仕事なんて。たらなぁ。わかる人いないでしょうね。だから説明、ほらなんかさ、初対面の人とかさ、どんな仕事してるんですかとかよく聞かれるんですけど、いや、よくあるじゃん、そういうなんか定番のさ、なんか流れ。なんか、何型、血液型何ですかと同じぐらい、こう、なんか自然とこう聞いてくる。仕事何してんですかっていう、職業何っていうのはすげえ困るんですよ、説明しにくいから。そうなんですよ。だからもっとわかりやすい職業になればよかったなと思いますよね、ホストとか。そう。もう説明いらんやん、っていう。ホストですって言えばもう分かるでしょ、大体みんな。
ただこの顔でホストになると多分地獄ですよね、結構。それこそ多分この顔でホストやったら手取り14万もいかないだろうな。今の。手取り多分200円とかでしょ、多分。俺に貢いでくれる女なんて、いないからな、この世に。まあ、今日はね、こんなとこですかね。お、にゃむにゃむさん。小賀さん、リアムちゃんさんだったら、ハートビートが震えました。どういうことだよ。ハートビートって。まあね、今日はね、この辺ですかね。いや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 、結構下まで潜りたいんですけどね。潜っちゃおうかな。今日は。どんぐらい経ったかな今、時間。結構経った、やっぱり。だいたい30分オーバーしたらまずいんですよ。動画のアップロードの時間がね、飛躍的に長くなっちゃうんで。いや、今日喉の調子が本当に悪いな。寝起きだからすごいんですよね。てか、ほぼ寝起きですからね、俺毎回。ほぼ寝起きで撮ってるからな。いやー。結構これ下まで来てます、多分。今。いやー、バロンイベントみんなどうです？あれ、クリアできました？あれね、すごい難しくないですか？ほんと、何回も同じこと言いますけども。あのね、土偶クリアしたら、とりあえず、あとは割と、ムカレと土偶と、あとは、ちょっと俺まだ鬼武者にもまだ慣れてないから、あの辺がまだ難しい、その3体。他は狼2体とか、あんなもんクソ余裕なんですけど、そうなんですね。あ、ほら、デースケ、あと、前の風さん。さっき話してた。もうここ見てないのかなって言ってますけど、いや、バッチリ見てるから。大丈夫ですよ。心配しなくても。まあ、俺に向かって言ってるわけではないのかもしれませんけどね。まあ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 。いや、でも今日結構かなり潜ったな、本当に。すごいな。僕も小賀ですと、友人さんがね。結構小賀って九州地方に多いらしいですよね。そうなんですよ。この辺、千葉だと小賀ってほとんどいないんですよね。いやー、これ相当潜ってきたな、本当に。まあね、まあ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 。今日はね、この辺でね、終わろうかなと、思います。ご視聴、ありがとうございました。バイバイ。あ、首痛い。